はい、皆様、おはこん、こんどうも、そうすけです。プロ野球スピリッツ2015、金本智明侍道、パート18かな、やっていきましょう。今回がね、今回からが、CS のファーストステージとなっております。でね、結局こういう成績になりました。3割9分3厘で、ホームランが45本、打点が128となっております。まあね、すべての結果は、後々ね、一番最後の動画に見ていこうかなと思ってるんですけども、まあ打率とホームラン王は、まあ首位打者とホームラン王はね、取れたみたいです。まあ、打点はね、もう山田くんが完全に、神がかっていたので取れなかったんですけど、まあ2冠取れてとりあえず良かったかなというところです。でね、チーム順位が結局3位で落ち着きました。まあ本当の順位と全く変わらない感じかな、上位3つはね。4、5、6はちょっと違いますけども。まあ、まあまあといった感じですかね。パリーグの方はね、2014年のシーズンと全く一緒な感じ。ほぼ全く一緒。西武とロッテが逆だったかな。そんな感じやったと思いますね。ということでね、今回も楽しく。まあ、今回は楽しくというか、結果を残したいですね。勝ちにこだわってやっていきたいと思います。まあ、巨人のね、ピッチャー陣はえげつないですけども、なんとか倒していきましょう。そうだね。まあ、ファーストステージは3試合しかないですし、長くてもね。まあ、今回が最終回になるかどうかはわかんないですけども。まあ、2勝したいね。今日取れれば、だいぶ変わるんじゃないかな。もし今日落とせば、無理になるんじゃないかなって感じですね。まあ、エース対決というところなので。打線はうちの方が強いんじゃないかな。ピッチャー陣は向こうのが上って感じですけども。抑えのオスンハン的には、だから9回まで勝っとければあり得るんじゃないかな。さあ、やっていきましょうか。結構ね、応援局のご指摘いただいております。まあ僕も分かってはいたんですけど、まあちょっとノリでやってた部分もあったんですけどね。結構ご指摘があるのちょっと直しておきたいかなと思います。で、投球が97まで。結局スピリッツで終えることができましたね。シーズン中はね。よし、やっていきましょう。このボールは見送るのが精一杯。その絶好調で合わせてくる菅野のね、そのコンディションのうまいことですね。何が来るだろう。高い率ですね。よしよしよし。期待十分ですね。はい、期待しましょう。ほんまに際どいボールしか投げてこないね。変化球打った。面白い。来て。ボールを拾って。いやー、惜しいな。逆に弾いて欲しかったな。これもきっとね、あの巨人のアウトが勝利の音楽になってるよって多分ご指摘いただいてると思うんですけど、まあ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 、ちょっとね、アウトっていう多分項目がなかったと思うんですよね。僕が取ったその応援曲、ネットから取り寄せたやつなんですけど、なかったから、まあ何かしらつけといたら面白いかって感じでつけてたんですけど、まあ直しとこうかな。ないやつはないままで、加えておきたいかなと思います。捉えれたね、今のは。いや、仕事してないよ、今のところは。でも投手戦ですね。おっ、ここは仕事ですね。ミート落ちにしてでも仕事がしたい。でもしないけどね。ここは気をつけたい打順ですよ。よし、5。さあ、ピンチは続いています。まあ相手に突っかかれてしまってますんで、ここで切り替えてな。ストレート打って、仕事した。仕事したよ。よしよしよし。さあ、あと顔コードしなかったのってコメントもよくいただきました。ここまでいただいてたらね、すればよかったなって感じはあったんですけど、まあ、そんなに顔コードに意識がなかったっていうのが本当ですかね。選手として活躍できればなってことを思ってたので、まあまあ、もうここまで来たんでね、あとはやるだけですね。とりあえず勝ってるよ。藤波がすごいね。いやー、ホームランにしたかったけど、ちょっとタイミングが早かったけど、とりあえず2安打。いいんじゃないかな。よーし。しっかり先制点も叩き出し、2安打もしてっていう感じで。いやー、すごいね。まあ、完勝っていうかは、完勝かな、正直。藤波がすごかったね。勝利だってもいただきましたし、4番の仕事はしたんじゃないかな。大きいのはなかったですけど、取れるときに取れてね。まあセンター前良かったと思います。まあ自分のバッティングができたかな。
さ、まあ2試合でもしねこの次の試合勝っても終わりにしたいかなと思っております。そうだね、ヤクルトとの対決が楽しみっちゃ楽しみですけど、難しいっちゃ難しいでしょうね。もう向こうは同点だってことはオリックスが大手かな、そんな感じですね。よし、じゃあ2試合目やっていきましょう。沢村か、向こうピッチャーいいね、どっちもね。お、メッセならで向こう絶不調、いやあるんじゃないかな。確実に打線はこっちの方が上なんでね、巨人の打線はまあ言い方悪いですけど能力が低いので、ここでなんとかねやっていきたいと思います。あと国際試合のねプレミア12、日本すごいですね。アメリカにも10対2で勝ったということで、11月の15日なんですけど、今日朝というか昼、日曜日のね、結局ね僕初戦の韓国戦以外見れてないんですけど、いやその結果だけそのハイライトだけは見てるんですけど、すごいね、松田選手が満塁ホームラン打ったりとか、中田選手がホームラン打ったりとか調子いいね、筒香と中田。よーし、ここまた4番の仕事ですね。先制打を打ちたい。よいしょいやーラッキーっちゃラッキーやけど、それを仕留めれた。いいね、スピリッツ相手にこういうことができると楽しいですね。いや嬉しい、これはだいぶあれじゃない、あのファイナルステージに近づいたんじゃないかな。メッセがアホみたいに崩れない限り、いや調子いいね、メッセいけるんじゃないかな。3点あるよ、よーし乗ってるよ今。さあ行け、そこに来る、よいしょ、球も見えてるよ。何が来るかな、よいしょ、よいしょ、あ、面白くないわこれいや結構ギリギリ引いたぐらいやったらセーフやったこれ。よし、お、いいよ。お、また来ましたね、それも1点取った後。ノリノリですね、ピッチャー変わったかな。お、変わってない、もうスタミナないね。ここでインドを渡してあげましょうか。さあ4点を離され、さあ行け。さあここはしっかり抑えておきたいところ。超えるんじゃない、いや超えないか、いや若干9位に押された、申し訳ないな。まあいいでしょう、うん。メッシがすごいね、あやばい、お危ね、いやここはね2点返されましたし、1点はいるよね。ゲッツー逃れでも1点取れるからね、前進守備か。じゃあ外野フライでもいいね。その警戒すべき金本のバッターボックスです。もうベストピッチもすごいところだね。低めいいところに持ってきましたが、いけ、まっこい、オッケー、フォアボールでも1点だからね、フォアボールでもいいよ。よいしょいや今日7打点、いやまた甘く来てくれたね、チェンジアップがね一番打ちやすいところに。あれがインコースに来てたら若干やられてたか。お、チョミキだチョミキ似てるね、金本似てね、本当に顔コードすればよかったね。いや金本さんのねそのサムネイルを作る時とかに、お、回ってきたか、金本さんのねあの動画をっていうか画像を調べてたんですけど、がっつりタバコ吸ってる写真があってねまあよく言われてたんですよ、金本さんヘビースモーカーやみたいな。いやこんな写真まであるんだと思ってね、いやすごかったなベンチ裏で、ベンチ裏とかベンチの奥側でね普通にタバコ吸ってる写真があってね、逆にタバコ吸ってても鉄人になれるんだって感じがしてね、すごいよね。いや面白い、あれは本当に合成なのかどうかは分かりませんけど、よく言われてるよね。まあ、面白いね、まあ、僕は別にいいんじゃないかなと思いますけど、そんなねスポーツ選手だから何かしたらダメとか、ね、違法なことは良くないですけど、別に違法じゃないからね、別にいいんじゃ、それで鉄人なわけですから全然悪いことはないんじゃないかなと。いやー圧勝だったね、まあ、7打点してやりましたからね。よーし、さあ上に進んで、お、カノンさんヒーローだ、いいね。満塁ホームランとスリーラン、いや普通の動画でもなかったよね、結果残してますよ。確実にね1試合目もヒーローみたいなもんですからね、まあ、藤浪がすごかったけども。お、高山くんもホームラン打ってる。さあ
現実とは違った感じになりましたよ。阪神が上に行ってやりました。ってことでね、次回はてかメッセージすごかったね。ってことで、次回はファイナルステージやっていきたいと思います。そうだね、ヤクルト戦どこまでやれるかなって感じはありますけど、バッター陣は確実に上ですからね、向こうの方が。まあ、ピッチャー陣もあんまりか、抑えとしてれば向こうの、オリックスと勝ったみたいだね。ピッチャー陣も向こうの方が上、戦力的には確実に向こうの方が上やとは思うんですけど、まあ、下克上ってそういうことだよね。このまま勝ってね、日本シリーズまで駆け上りたいと思います。ということでね、今回はこういう形で終わらせていただきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さようなら。